よろしくお願いします。で、短くお話ししますと、僕は、まあ、さっきあやめさんがおっしゃったように、福島原発、第一原発から15キロ、真西に住んでました。で、標高は550ぐらいあったんで、で、津波は全く問題なく、で、家も、塚石方式の基礎の古い家に住んでたんで、平屋の。で、屋根も軽くて、ちょうど震災が、本震が来た時は、まあ、薪の仕事をしとって、で、まあ、一服しようかなと思って、3時前だけど、まあいいかなと思って、ココアを、まあ、ストーブ、薪ストーブ火入れて、ココア飲んで、で、たまたま午前中に、あの、デジタル放送のテレビの南朝区域だったんで、あの、光ファイバーみたいなのを町が引いてくれて、大熊町。で、その工事が終わって、で、まあ別にテレビとか全然見たくないんだけど、子供とかはもういるんで、まあ、テレビ見れるようにしたんですけど、で、パッとテレビつけたら、ボーンと、あの、緊急地震速報が出て、で、これだと思ってすぐ外出て、で、ココア持ってたんだけど、薪割り台のところにこう置いて、で、もう2分、3分弱ですか、本震があって、その間もう、山がもう、ゴーってずっとうなってて、で、ココア、ほとんどこぼれました。そのぐらい。でも立ってられて、別に、まあ、こう、這いくばって腰抜けるようなほどでもなくて、で、薪ストーブにちょうど火入れたばっかりだったんですけど、まあ、中の鉛筆がちょっと外れたぐらいで、まあ、ひっくり返りもせずに、何の被害もなかった。で、次の日爆発したんですね、1号機が。で、その爆発までは僕はもう、地震、津波、余震要有っていうのも予測してたんで、で、まあ、嫁がちょっと離れたところに、たまたまちょっと、いたんで、迎えに来てくれて、土曜日。で、時和町っていう35キロのところに、嫁の実家があったんで、そこに逃げて、で、2日ほどして、まあもう、子供もまだ小学校2年生の女の子なんで、もうちょっと逃げようかって話になって、さらに親戚を、嫁の親戚筋をたどって、栃木県の那須、70キロぐらいですね、までは逃げて、で、そこに2週間ぐらい、3週間ぐらいいたんですかね。で、高知県の県庁が、県営住宅の無料開放を宣言してもらったんで、もともと中村の方に、購買の、がおったんで、僕サーフィンやるんですけど、サーフィンブラザーがいて、まあ、経営住宅あれば余計行きやすいかなと思って、4月の頭にこっちまで逃げてきました。で、実際じゃあ放射線どのぐらい浴びたのかなってこう、パッと計算したんですけど、20ミリシーベルト浴びました。で、あの、放射線量率って、あの、時間、単位時間あたりのこう、マイクロシーベルトとかミリシーベルトで、表示されてますけど、僕は一応原子力学校を合わせると20年いて、で、国の日本原子力研究所っていうところで、大学の原子力工学コースの、まあ、さらに短時間濃縮コースみたいなのを半年ぐらいトレーニングを受けた人間なんで、まあ、ちょっとした線量率の計算とか、あと、どのぐらい、石炭で浴びるのかって簡単な計算方法はもう自分でできるんで、でまあこっち来て落ち着いて計算したら20ミリシーベルトを大体浴びてて、でその結局具合悪くなりました。はっきり言うと那須に逃げて、栃木の那須に逃げて、もうすぐだから4日目ぐらいからもう鼻水ドロ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 の鼻水が出て、で鼻血も止まんなくて、で喉も痛い。これが低線量障害ってやつなんですね。だから実際その100ミリまでいかなくても、恒常的に常に
こう浴びてれば何らかのこう障害っていうのは出てきて、でまあ国も政府も当然原子力安全委員会も東電も全く問題ないって言い方してますけど、全く問題ありますっていうのが一つ僕の生の証言です。でまあ一応今日あんまりコピーしてこなかったんですけども、単位時間あたりの占領率をどうやって積算にするのかっていう計算式を書いたメモ、すごい汚い字なんですけども書いてきたんで、欲しい方はどうぞ持ってってください。でまあ 0.24 マイクロシーベルトパーアワーって書いてありますよね、新聞に。1時間あたり 0.24 マイクロ、それを1年間ずっと浴び続けると2ミリシーベルト1年間あたり浴びるんです。で ICRP って国際その放射線防護委員会が勧告しているのは、一般公衆の被爆線量限度っていうのは1ミリシーベルト、わかりますか。その2倍をたった、あ20倍ですか、たった、あの1ヶ月も経たない3週間ぐらいで浴びちゃったんです僕は。でまあ僕はもう40、今年7歳なんで、そんなにもう細胞分裂もしてないからいいんですけども、子供はもう細胞分裂活発で、自分の原本の DNA のコピーして体でっかくしてるわけですから、その壊れた DNA をコピーすることによって発がん率が高まりますんで、まあ子供をもうすぐこっちまで避難させたっていう生き方なんですけれども、そんなもうちょっと生々しい感じの話になっちゃうんですけど。で、もう一つ言わせてもらうと、僕は10年前に東電辞めたんですね。で、なんで辞めたかって皆さん聞いてくるんだけど、理由はね、本当に簡単なこと。もう嘘、偽りの会社。ひどい会社。で、偉くなれるのは東電の原子力出てきた人間、技術系だった。もしくは東大の法学部出てきた人間が社長とかになりますから。でも、そういう、エリート官僚主義の最先端に行ってるところなんですね。最先端って言うのかどうかわかんないんだけども。で、もう嘘ばっかりついてて、例えばまあ、あるものは壊れましたと。このハンドルが壊れましたと。で壊れた理由は、例えばこうやって火に出しておいて、紫外線で劣化して壊れたっていうのが、普通の理由なんだけども、それを、経産省、昔で言うと通産省、で、今で言うと保安院と原子力安全委員会に説明するのにあたって、自分たちが説明しやすい。しかも結果ありきで辻褄が合うようにストーリーを作って、それで、ホワイに報告してプレス発表するわけです。それを専用のテレビ回線を使って、まあトラブルをちゃんと、収束するまでの間、テレビ回線で延々と昼夜を問わず、1週間缶詰とか2週間缶詰当たり前の中で、どうやって、こう、壊れた、ハンドルが壊れた原因を、役所に説明しようかってことをやってるわけですよ。で、僕はもう17の時からサーフィンやってて、レゲエの神様のボブ・マーレが大好きで。で、そのせいで、そういう嘘偽りに気がついて、僕はもう会社にいる時にバランス崩しちゃってるんですよ。そういう世界にいたから。いつも自然と触れてて、レゲエが大好きで、まあビールも大好きで、で、友達といい波乗って、美味しいビール飲むっていう生活と、その、東電のその、組織の中での役割っていう、そのギャップですね。真逆ですから、はっきり言って。それでバランス崩して、もう辞めたいって表明して、辞めるのに3年かかりました。3年です。もう引き止めに引き止めて。で、最後、もう、
僕ちょっと労働組合の仕事とかも少しやってたんで、で労働組合の委員長と面談になって、一目の面談になって、でなんで木村辞めるんだと、その理由を、本当の理由を教えてくれと労働組合の委員長に言われた時に、僕こう言ったんです。はっきり言って10年前ですよ、原子力発電とか原子力エネルギーっていうのは社用終わってるって。だってわかりますよね、皆さんも本当に意識が高い人たちだから、プルトニウムの241番が放射能のこう力が弱まる、半分になるまで2万4000年かかるんですよ。今この瞬間使ってるエネルギーのために2万4000年先の子孫にゴミを、負の遺産を受け渡すことの解が出てないわけじゃないですか、答えが。なのに発電し続けてることのそのもう矛盾、だから社用なんですよ。そしたら労働組合の委員長こう言いました。木村お前頭が狂ったんだな、気が狂ったんだな、僕はあんたが気が狂ってるんだよってはっきり言ってやりました。そしたらすごい怒って、お前みたいなやつもうやめろと、そう言われてやめられて、でまたその後に面白い話があるんですけど、僕はね、原子炉の認可出力ってあるんですよ。例えば福島第一の1号機だったら1380メガワットなんですよ、原子炉出力って。1380メガワットを電気にすると46メガワット、で東京ディズニーランドを1日動かすのに必要な電気は57メガワット。だから福島第一の1号機じゃ東京ディズニーランド動かない、足りないの。でね、もともとの原子力、電気の出力は測れるんですよ、ちゃんと。オームの法則みたいなやつで。おーなぜかオームなんですけど。で、1380メガワットを測ってるんですけども、間接的に。だけど、認可出力は1380メガワットだから、絶対に超えちゃいけないんです、それは。1時間に1遍コンピューターを使って計算して打ち出しして保安員に報告するんです。で1380メガワットを1メガでも超えちゃいけないんです。で誤差っていうのは 2.5% なんです。ってことは27メガワットのプラマイ誤差があるんですけど、だからうちらはそのエンジニア、技術者のその判断でそれは誤差範囲だからっていうことでこう下げるんですよ。1381にならないように僕が計算機に、大型コンピューターにアクセスして、裏技なんですよこれは、アクセスして超えそうな時に係数をかけるんですよ、 0.995 とか1に対して。それで認可出力を超えないように打ち出しが、そういう操作をしてたんですよ僕は。でそれができるのは東京電力の中でも4000人原子力従事者がいるんだけども、社員だけども、その中でも2人か3人、そんな技を持ってたんでなかなかやめられなかった。全くやめさせてくれない。なんでかって言うと、やっぱこうやってね、内部告発みたいなことするわけですからね、やっぱあれは間違ってるよ。だって僕人並みぐらいには正直な人間ですもん。だから知りたい人にはこうやってちゃんとアナウンスして、本当の情報だけ、さっきの占領、単位時間あたりの占領率をどうやって年間に変えるのかとかって、そういうことも全部レクチャーしますんで。そういうことを危惧して東電は僕に会社辞めるときに850万円退職金上乗せしてくれたんです。その時に本店に呼ばれて副社長に、木村君分かってるよね、何が分かってんだろうと思ったけど、分かってます、分かってるよって言われたら分かってます、分からないとは言えないんで、じゃあもう帰っていいよって言われて、もう面接5分もかかんなかった、2分。それで850万上乗せしてくれて、でまあ1300万もらって、まあ親が事業やってたんで全部そっちに全部回しちゃって、今はそんなお金持ってないんであれなんですけどね。まあそんな面白い話が一つあって、